はい。じゃあ始まりました。ハイチのダラダ、えー、実写ラジオですね。第168回でございます。えー、今回テーマが偏差値5アップへの挑戦ということで、えーまあ、この時期にという感じもするかもしれないんですが、えっと、あまりにも本当に似てる相談が多いので、今回実写、まあ、顔は出さないんですけど、こう手元だけいろいろ書く感じで、ね、ちょっと説明していこうと思いますので、まあ、興味ある方はぜひ聞いてみてください。 では、え、ちょっと長くなるとあれなんでね、サクッと始めていきましょう。で、まず趣旨としてはですね、まあ、差値を5、まあ、5じゃなくてもいいんですけど、上げるために何をしたらいいですかっていう質問がすごく今多いです。で、えっと、細かいことを言えば、その方その方の状況によって違うので、これをやってくださいっていう詳しいことは言えません。ただ、多くの方に該当すると思いますし、あとは、こう、なんつうんだろうな、じゃ、あの、熟考詞。 やった時にもすごく実感してたことなのでまあ聞いてねいやそんなこと知ってるわっていう方も多いと思うんですけどあなるほどなるほどって思っていただけたら嬉しいなと思って今回この話をしていきますではいきましょうあの殴り書きするのとねこう今カメラの後ろからこうこうなんつうんだろうこうね書くかの手を回して書いてるんでねちょっといつもと違ってあのうん <laughs> あのグダグダするかもしれないけどごめんね で、まずですね、ちょっと、どこまで入るかもよくわかんないん、ね、で、この辺いけるか。あ、うねうねしてるね。あーって、焦点が合ってないんだ。待って、書いとけば多分焦点が合うから大丈夫かな。偏差値を5上げたいと。で、もちろん状況によってね、3だけ上げればいいってい人もいれば、もっと上げなきゃいけない方もいると思うんですけど、じゃあ、5! 偏差値上げるとしたときに、じゃあ具体的に何点必要なのかっていうところをまずざっくり話します。 で、これはもちろん、平均点とかにもよるので、一概にこの得点とは言えないです。言えないですけど、えー、国数エイリー社5科目受験される方、まあ、地域によってね、あの、満点が違う方もいるんですけど、まあ、500点満点です。1回と1科目100点でね。その場合、約40点です。これ、上げれば、5アップ。 に大体持っていきます平,平均点によっては50点必要なこともあるんですけど、で40点必要ないこともあるので、まあ、ざっくり言うと自分はこのぐらいの値だといつも思ってます。40点ぐらい。いいかなじゃあ、40点ってどのぐらいなのかっていうのを考えていきましょう。で、40点ですよね。みんな、あの、模試とか、えー、過去問とか、そろそろね、1回はまあ、まあ、模試は1回は受けたことあると思うんですけど、あとは学校の実力テストですかね。あの辺も該当しますかね。 大体ですよ。大体、あのー、もちろんね、難しい問題は配点が上がるんで、がありますけど、1問、3点から5点のことが多いです。ってことは、中間を取って1問4点ちょっと考えてみましょう。4点です。40点上げるには何問取らなきゃいけないのか。そうすると、当然40、40割る4をして、10問、今よりも解けるようにしなきゃいけないと。 で、10問ですよね。で、これを少ないと思うか、多いと思うか、これは多分人によって違います。自分はできれば、あ十10問でいいんだと思ってほしいんですけど、いやいや、もう10問も上がんないよ、私、みたいな。で、子ももちろんいると思うので、じゃあもっとね、詳しく考えましょう。みんなが受ける受験、今考えてるのは5科目受験で考えてます。えー、っと、字が汚くて、ごめんよ。告数、ええー。 入ってるあっちょっと下ギリになるなこっち行こうか。国数英理者五科目ありますよね。10問です均等に分配してったら1強科2問取れるようになったら10問いきますよね。そしたら1強科2問さらにね今よりも1強科2問だけ解けるようになったら5上がるんです。 っていうふうにまず考えてください。これはですね、なんでこの話をしてるかっていうと、まあ、さっき言った受講師時代もそうですし、今こうね、相談を受けて、まあ、返せる方には返してますけど、話していく中で、やっぱり、この5を上げるってものが、すっごいね、もうね、もう上なんか見えないね、途方もなく高いところにね、こうちょこんってみんながね、立ってるの。この壁を越えなきゃいけないみたいな、ふうに悩んでるんですけど、いやいや待てと。 1>, 1教科2問だったらそんな高くねえぞと壁はこのぐらいの壁をどう乗り越えるかを工夫してやっていこうぜみたいなことなんです今いる状況はただ少しだけ厳しいことを言えばもうこれ今アップしてるのが今日ね当日撮影してるんで11月13ですよねでまあ私立と公立とか、まあ、県,県立とかね都道府県立違うと思うんですけどまあ2月3月に受験がありますと じゃあ、2月13を受験日としたときには、あと12、1、2なんて3ヶ月です。3ヶ月。見えないね。<laughs> 3ヶ月で、これを、取らなきゃいけない。さあ、これをどう考えるか。実際ですね、3ヶ月あれば、上がります。このぐらい。自分の体感はね、今まで見てきた生徒を見てきた中では、上がる。うん。もちろん、それ相応の努力は必要です。 努力ね。もちろん必要。努力なしには上がんないです、成績は。ラッキーパンチはそんなに起こらないからね。受験で。で、大事なことをここから話します。まず、この説明っていうのは、偏差値5上げるっていうのが、このぐらいでいいんだっていうことをまず実感してください。もし本当に5をね、上げたいっていう方だったら、ひとまず10問取れるようにしたいっていうふうに考えてください。これ、あの、満点が違うとごめんね。ちょっとね、あの話が少し若干ずれますけど。 ただ大きくは変わらないんで基本的には10問って思っといてくださいでは次ですまあ今問題数で話をしましたが次特定のちょっと考えますえ国数えり者40点あげる必要があるっていうのをさっき話しました40点ねでここです よく、まあ、間違って、これ間違ってるって言い方は失礼なのかもしれないけど、自分としては間違ってると思っている意見があって、じゃあ40点あげてくださいって言われました。まあ、塾の先生、学校の先生に。じゃあ、1教科8点ずつか。っていうふうに考える方がいるんですが、この考え方はやめましょう。はい。これは、えっと、得点が違くても同じです。じゃあ、60点あげなきゃいけない。5で割って1教科12点か。みたいな。ね。そういうのはやめてください。 っていうと、じゃあさっき2問って言ったじゃないですかっていうふうに思うかもしれないけど、これは例えね、2問でいいんだっていうのを思ってほしかったんで、この説明をしましたいい。正しくはこうじゃないんです。22222じゃないんです。どういうことかっていうと、5科目受験、もちろん国数への3科目で考えてももちろん OK です。この受験をした時に、みんなの状況で得意不得意はもちろんありますよね。 文系の方だったら、まあ、国営者が得意だったりとか、理系数理、まあ、数理 A が得意だったり、いろんな状況があります。もちろん、数社が得意とか、国理が得意とか言いますよ。全然いいんです、それは。得意不得意があるから。で、これはですね、自分が口癖のようによく言ってることなんですけど、受験ね、もちろん、めちゃくちゃ難関高校、上の方、偏差値が60後半以上とか、場合はこんなこと言えないんですけど、 まあ大体自分の通りに相談来ていただく方っていうのは、ま、50、まず50まで持っていきたい方とか、まあ、60まで、60ちょっとまでいきたいっていう方が多かったりするので、これね、写真がちょっとなくないっす。なくなった変えまーす。ちょっと芯の色違うけどごめんよ。折れた <laughs> はい、ぐだぐだ。ごめんよ。3勝2敗っていう話をよくします。これ何かっていうと、 三、五科目ありますよね。三三科目で得点を取れる。つまり得点を引っ張っていける科目を作ってねっていう。二杯。もちろんボロボロじゃダメだよ。百点満点で五点とかダメだけど、ちょっと平均点厳しいかなって科目が2個あっても別にいいよっていう話をよくします。これは自分の体感だと差値五十後半。六九十ちょっとあれかなと思うけど、の子たちは大体該当します。これで勝てる。 よく5科目全部できなきゃいけないっていう話をするんですが、自分ね、えっと、群馬と埼玉しか受験あんま詳しくないんで、それ以外のね、地域の方、もし違かったら本当に申し訳ないんですけど、基本的には全部5科目ね、国数、英理、社が同じように扱われるはずなの。もしかしたら、英語か、英語がすごい特化している高校のね、ね、なんだ、特別なその高校だと、英語の得点が2倍されますとかあるかもしれないけど、基本的には、 国語の40点も数学の40点も同じ40点のはずなの。だったら得意なもので伸ばした方がいいんです。じゃあ、ある子の例えをしましょう。国語が得意です。その子。で、数学も本当苦手ですで。英語はまあちょっときついかなっていう感じで理科も苦手。で、社会もきついかなっていう状況にいます。その時に数学をめちゃくちゃ上げるよりもやっぱり得意なものを上げる方が楽なんです。 だから得意なものを伸ばしてねっていう話もよくするんですけど実はこれ間違ってる場合が結構ありますどういうことかじゃあこの子どうしよっかなじゃあ現状うんまあ平均点にもよるんですけど高校じゃ60取れます数学が25です英語40社会も40理科30にしましょう合計点何点195か、まあ、200弱ですねまあ平均点でもよるけど4 0どうだろうな8 ぐらいになるか,なかんない、これ。ね、すごい適当に言ってるけど。だとします。じゃこの子があと40点伸ばしたいってしたときに、国語60です。これを、まあ、70だったらいいですけど、やっぱりね、模試とか受験で70,80って結構難しいんですよ。なぜかっていうと、問題っていうのは、簡単なものから難しいものまで均等に配られてる。基本的に平均点を毎年あまりずらしたくないので、 受験作るる方ってていうのはおかかしくて叩かれるんでねやっぱりあまりにもえげせなかったりすると。私立は別だよ。私立はまた話が変わるけど。基本的に効率はちゃんと、その、なんだろう。バランスよく作る。っていうのがルールになってるので、難しくない。60まではね、結構伸ばしやすいんですけど、こっから伸ばしにくい。でも、状況によって、得意だから、あと10点はいけるんだったら、伸ばしてもいいです。ここプラス10。持ってってもいい。でも、現実的になったら、これちょっと保険かなって感じです。 まあきつかかったたら伸ばそうみたいなな感じかなでよく行くのが数学ですね数学が40点に届いてない子っていうのは基本的にチャンスだと思ってて自分今、えっと、受験対策のね動画のシリーズで死守シリーズっていう死守ね死んでを守るシリーズここ切れちゃった取ってるんですけどこれは絶対にどんな志望校を考えてる子でも落としちゃいけないよっていう問題を集めてます実際,実際に出された受験問題でね でそこを取ったら基本的に40点はいけるんですもん設定上いける時50までいけるからねここだけでってことはその死守っていうのは別にそこまで難しいのは入れてないです実際の受験問題もそうだからちゃんと基礎をしっかり固めておけば取れるんですあと系列密スを減らせばだから25だったらここのプラス15はいけるの苦手な子でも頑張ったら伸びるここまではいい それは、あとは、みんなが住んでる地域の受験問題によるから、そこはね、一概には言えないけど、プラス10はここで稼ごうと。で、英語社会、そんな苦手じゃないけど、まだね、そんな爆発的に取れないなーっていう、この2個に関しては伸ばせます。ここは。俺、あと10点は稼げると思う。特に社会なんて取れる。いいここ稼ごうか、こうやって。ってやっただけで、これもう35点なんだよね、ここだけで。 で、ここはまあラッキーで伸ばせたらいいなって考えてるから、じゃあここはあとプラス5点でいい。まあもう10点まで頑張ろうか、みたいな。やれば、こう伸ばせば、プラス45いけると。そうすると230点だよね。嘘、240点までいけると。まあおそらくいけるでしょう。40点アップでそのね。偏差値5アップは。って考えることができます。何が言いたいかっていうと、自分の今の現状を見て、何で何点伸ばすかを考えるんです。で、プラス10点。 で、言ったら、まあ、四点ね。1問4点から5点なので分かんないですけど、まあ、2、3問ですよね。15点。4点で考えれば約4問です。最近受けたもし見てください。4問取れるとこないかなって考えるの。で、特に数学に関しては最後にしょ、えっ、ー、と、ごめん、書くともないけど、最初に小問集合は来ます。大問1で。ここはね、シ,ュシ,ュシリーズにも乗っけてるやつなんで、取らなきゃいけない。間違ったら復習すると。で、大問二 これ <laughs> 汚いね。大門3、大門4、まあ大門4、まあ5もあるかなわかんないけど。基本的に括弧1は取りやすいのが来ます。たまにえげつないの来るけど。で、ここはしっかり復習してみてください。でそれが簡単なのか難しいのかわからなかったら誰かの力を借りましょう。頭のいい友達でも構わないです。塾の先生、先輩、誰でも構わない。誰かを頼ってください。で、2以降っていうのは基本的に難しいのがあるので努力しなくていいです。 もちろん得点で必要だったら頑張ってください。それはもうみんなのレベルに合わせます。いいかなといった感じで、ちょっとごめん、もう15分になるんでそろそろ終わりにしますけど、今回伝えたかったのは、まあ、偏差値5っていうのをね、例えにやりましたが、基本的には40点アップなんです。だいたい目安だよ。いい ?40 点上がったのに偏差値5上がんねえじゃねえかって言われるかもしんないけど、目安で上がるんです、だいたい。で、それを問題数にしたら、まあ、約10問なの。 4点で換算すればね、500点満点で。で、それを、まあ今、ね、分配したらこう考えるけど、こうではなくって、みんなの状況を見て、どの科目で何点上げるといいのかなっていうのを考えてください。で、個人的には、さっきも言ったように、40点までは基本的に基礎で上がります。いい。で、上げやすいのは数学です。これは苦手なことも関係ないです。なぜなら、小問集合は基本的に出る。 出出ないい地地域域もあるるけど出る地域の方が多いんですだから、消耗出してくれるって決まってるからいいんだけど、理科、社会っていうのはもちろん消耗もあるんだよ。消耗集めれば同じくらい行くんだけど、社会も、じゃあ歴史、地理、公民、また、あ、いいバランスで出てくるでしょ歴史も全部の時代が出てこないんだよ。出やすいのは、例えば第二次世界大戦とか江戸とか出やすいところありますけど、絶対じゃない。 だから、全部しっかり固めないと、江戸を得意にしました。ね。第一世界大戦を得意にしました。蓋開けてみたら、江戸は出たけど、第一世界大戦出なかったよ、みたいな。ことが起きてしまうの、結構。だから、少し時間がかかります。でも、やった分だけありま、上がります。リシャバで、国語は若干センスを問われるので、あの、国語の解き方っていう、自分のね、自分流の、俺流の、 解き方っていうのを以前実写撮ってるので、もし気になる方は、ダラダラジオの122回です。これ見てみてください。もしツイッターされてる方はね、またあの近々、まあ今日とかにアップしようか、久々にね、するんで、まあ見ていただけたらと思うんですけど、まあちょっと参考にすれば上がるかもしれないですけど、絶対じゃないんで、若干センスが入ります、ここは。で、英語は時間がかかります。これはですね、40点、40. 50点取れてる子が10点アップとかはしやすいです。これ問題数こなせばいけます。 ただし10点20点点のの子が上げるのはきついですこれはなぜかっていうと英単語と文法がまだこれはきついはずですしっかり身についてないだから英単語と文法を覚えてから問題をこなさなきゃいけないので時間かかりますいいだから言ってしまえば英語をちょっと捨てて他の科目に回した方がいいかもしれないかもだよ何度も言うけどみんなの状況によるので一概には言えないんだけど まあこんな風に考えることもできますので、もしよかったら参考にしてみてください。では、ほんとね、ぐっちゃぐちゃね、つない説明になりましたが、えー、ここまでお付き合いいただいて本当にありがとうございました。えー、11月、えーと、頭の時にも話しましたが、ほんとね、しんどいんです、今月。しんどいんですけど、この11月を頑張れるか頑張れないかは、もうね、めちゃくちゃ違うの。12月間の,の伸びに。最後のラストスパート伸びるかどうかに変わってくるので、あの辛い時期だし、 ちょっとね、もうやだよとか思う気持ちもあると思うんだけど、グッて踏ん張って、ぜひね、頑張ってください。自分もね、できること頑張りますので、ぜひお互い頑張っていきましょうでは、今回はハイチのダラダラジオ、まあ、実写でしたけどね、第168回テーマ、偏差値5アップへの挑戦で喋らせていただきました、えー。今回もね、ここまで聞いていただいて、本当にありがとうございました。 では、次回、またね、何喋るか決まっておりませんが、えっと、勉強のことか、勉強じゃないことか分かりませんけど、また喋りますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。